畑かかし、さっきの千鳥、同じ里の仲間に向ける大きさじゃなかった、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。同じ里の仲間に千鳥を？小さいのならセーフなのか。手加減すれば強めの肩パンみたいな感じなんじゃね。お互いの鍛錬で手合わせするとかはあるだろうし。あんたも向けただろうが。言い方、俺のような仲間を殺すクズになるつもりだったのか？カカシ先生こういうセリフ何の前触れもためもなく水筒出ししてきそうで怖い。螺旋岩普通の人に直撃したら確定死だよねあれ。サスケだったら大丈夫だってばよ。最終戦終盤で4代目の螺旋岩が弾かれてカカシに当たってるシーンがあるの気になる。螺旋岩が発動したままの切られた腕が飛んでくるの大事故すぎる。あれ少し後で大丈夫？で4代目が聞いてギリカムイで飛ばしたんで大丈夫ですってカカシが言ってるよ。やっぱり作中でも常人の上積みが食らって普通に死ぬ扱いの術なんだよな。このタンクの修理代ってサスケ持ち？払いたくないから里抜けした。ナルトはジャンブルで稼いだお金で。てか本来ならただの肉体活性させた死闘だからな。千鳥は肉体活性での超スピード囲みの術なのに、単純な威力で負けてショック受けるんじゃねえ。そう考えるとこの時みたいに空中で撃つのはあんまり良くない？まあ闇上がりでどうせスピードも出なかったろうし。やめろカカシ、その事象は俺に聞く。ナルト殺してでもこの勝負に勝つ。よし、千鳥の威力見たか。え、何この穴、千鳥よりすごい。もしかしてナルトは俺のことを殺そうとしてたの？仲間に雷切り撃つなんて最低だよな。そう思うだろまだら、カッコ仮面の男。後ろめたく思わなくていいカカシ。雷切りはこの葉の仲間特攻な術だからな。ナルトは螺旋手裏剣ぶつけようとしたからセーフ。チャクラ経絡をズタズタにして廃人にするだけで殺すつもりはないから。この術でサスケを連れ戻すってばよ。ダラセンの方はちゃんと他里の敵もしこたま貫いて雷切りなんて異名つけられてるだろ。螺旋岩の時点でヤバいのにその後も威力ガンガン増していくのヤバくない？手足折ってでも連れ帰るって言ったからね。第2部になってから通常技みたいになって感覚麻痺するけど、ノーマル螺旋岩だけで超再生持ちの兜が再生しきれずにダウンする殺傷力なので、サスケに直撃しようものなら本当にヤバい。デイダラと戦った時は分身だったしペイン編では当てたらみんな倒してるし、それ以降はエドテンと陸道相手にしか当ててないからな。このハマルのちっこいやつですら直撃すればペイン陸道の一人倒せるからな螺旋岩。なんかナルトの螺旋岩に比べるとボルトの螺旋岩の威力カスみたいだよね。でも一点集中してる分殺傷力としては千鳥の方が強いのでは？腹の皮繋がる分ナルトの方がマシだな。ガーラに千鳥使った時は砂の壁で威力減衰したせいか指がちょっと刺さるくらいだったけど、週末の谷では威力全部伝わったからナルトの肩付近貫いてたしえげつないわ。雷影様も千鳥の発展みたいなもんだからな。伸びしろはある。螺旋手裏剣は？でもねナルトはサスケを取り戻したいって強く思ってるんですよ。螺旋岩をぶつけてでも。サスケを連れ戻すための真術だってばよ。フートン螺旋手裏剣。螺旋岩直撃したら背中に渦みたいなのできるあたり、内臓とかミキサーにかけられたみたいになりそう。サスケぶっ飛ばしても桜が手当てしてくれるだろうしな。殺してでも連れて帰るって覚悟で殺すんだってばよ。この頃の螺旋岩でも当時の兜が動けなくなったくらいだしな。スサノオで防げるようになるけど、あの世界基本的に攻撃力に比べて防御力はそんな伸びないので区内でも死ねる。終式爆札が強い世界だしな。三代目雷影どうなってんだ。サスケに殺す気か？って言った後サスケがいなくなったら下手したらサスケ死んでましたよっていうカカシの優しさ。まあ螺旋岩だったら兜でも死ななかったし大丈夫だろう。ペインでも死ぬとも言える。兜でもって言うけどあいつの回復能力異常だろ。忍者の世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるだがな、医療機関の設備を破壊する奴はそれ以上のクズだ。もともと因なしで打てる効果力技として作られてるから、チャクラが少なくてもコントロールさえ意識すれば火力をしっかり用意できる奇襲用にちょうどいい術なんだよな。まあ兜も帯とも死ななかったから大丈夫だろう。貯水タンクにことも壊されるのかなり大迷惑。帯とは戦闘用のお面かぶってたからな。ペインでも死ぬから柱間細胞なしの兜が死ななかったのはむしろ異常。仲間に向ける千鳥じゃなかった。リンを殺す気だったのか？千鳥も螺旋岩も結局ラストまで使い続ける必殺技なのよ。螺旋岩もフートン螺旋手裏剣も内部がズタズタになるだけでパッと見は無事だからセーフ。リアルで一番困る症状。千鳥も螺旋岩も結局お手手なくなるまで使い続ける必殺技なのよ。完成した螺旋手裏剣って、投げれます。敵の目の前で拡大します。切れ味抜群です。直撃したら全身の経絡系がズタズタに、下手すれば体が粉みじんになりますっていう殺意の塊だからな。
これ現実の NBC 兵器の類じゃないか。放射線障害みたいだなって思った。放射線が遺伝子傷つけるのとほぼ同じ挙動してるからイメージはそれな気がする。ぐちゃぐちゃにシェイクされて死ぬか体貫通して死ぬかの違いか。友人をなんとか止めようとして生み出される技が風遁螺旋手裏剣なのは最古感ある。最初の時点で手足折ってでも連れ帰るって言ってるからまあその延長だよ。作品通してみてもやっぱり殺すレベルじゃないと止められないもんな。風遁螺旋手裏剣使ってでも里に連れ戻すってばよ。ことは松上で洗脳してこの葉に返そうとしたイタチとどっちがひどいかな。千鳥の方は肉体活性がずるすぎる。映画ボルトのサスケとかあのスピードでことは松上まで使うってほとんどハメ技じゃん。ところで千鳥とライキリってどう違うんだっけ。カカシが使ってるのも千鳥だったはずだよね。呼び方が違うだけで一緒。なんなら子供の頃のカカシは千鳥使ってる。そのまま千鳥とライキリみたいなもんでは。カカシが千鳥で雷を切った逸話から特別にライキリって呼ばれてるだけでどっちも千鳥だ。出してるとチッチッチッチってなるから千鳥って言われてるし、カカシが雷を切ったなんて逸話もあるからライキリとも呼ばれてる。要するに同じ術に呼び方が2つあるだけ。各図おじいちゃんもカカシ先生がとどめ刺さなければギリギリ生きてたから、サスケもああやれば連れて帰れるってばよ。歴史ものみたいなノリですっと異名を出すからキッズにはわかりにくかったかも。そもそもライキリって名前で使ってるシーンが少ない上に、ライキリの説明はガイ先生が最初に言って、その後コピー忍者の異名ばっかり有名になってライキリについて誰も言ってくれないんだよな。最後もお互いあと20センチくらい塵になる範囲広がったら頭なくなってたよね。あの地雷屋がやった気にら洗顔当てるシーンが印象的すぎるけど、実際は人に当たったら回転しながらぶっ飛ぶからな。本当にえぐれたら絵面がひどい。直撃してブチブチってえぐれてる描写なかったっけら洗顔。仙人モードになって完成した風遁螺旋手裏剣は食らったペインがさーって粉みじんになってたから、手足を折るとかそんなレベルではない。空になった貯水タンクの分は水遁使いが頑張るんだろうな。もともとナルトの腕も潰しかねない術だし禁術指定していいやつだと思う。水のないところでこれほどの貯水タンクを。貯水タンクってそういうものだしな。チャクラの嵐みたいなのを皮膚にぶち込まれるようなやつだしなら洗顔。皮膚というか殴る勢いで体内に押し込んでる。そしてそのチャクラの嵐で無数のナノサイズの風のチャクラの葉を巻き込んで、敵をズタズタに引き裂くのが螺旋手裏剣だ。この世界運よく死ななかったら連れ帰るくらいしかできないよね。チャクラ圧縮してこのサイズだから、超大玉シリーズが含んでるチャクラ量とか想像したくもないな。今見るとめちゃくちゃブーメランというか自分への意趣返しだなこれ。なので食らいながら自己治癒できる兜にまず打ち込む必要があったんですね。でも螺旋岩は大体吹っ飛ばされるけど千鳥は貫通力高いから。なので逃げ場のないカエルの口の中だったり、壁際に追い詰めたり空中から地面に押し付けたりして当てる必要があったんですね。病院も貯水タンク破壊されてかわいそう。手で持って当てる頃はリーチが気になったけど、投げたりチャクラの手を伸ばして当てたりできるようになってからはかなり怖い。本来なら飛来心で近づいて直撃させる技だったのに凶悪な進化をしてしまった。なんで早く業者呼ばないんだろうなこの二人。手裏剣みたいに空中で取って投げ返すとかするからな。ナルトの急成長でサスケが焦りを感じてるシーンなのに、理論的には雷影が耐えきれるのは納得できる。シャリンガンじゃないとうまく使えない理由が正直よくわからなかったよね千鳥。タンク弁償台はナルトとは罹患で、血管あるけどなんとかなるやろ、嫌がらせか、シャリンガンあるからだろ。暗殺用の技らしいよ、あれ。あんなバチバチ言ってんのに、音より早く動けばええんや。ピカピカ、ビリビリ。めちゃくちゃ短期間で覚えてきたよね、カカシ有能やん。千鳥の本体は雷じゃなくて身体能力強化という事実。身体能力が向上するとかいう死に設定。サスケってシャリンガンでコピーできるんやから螺旋ガンコピーすればええのにな。アホやろ、螺旋ガンはクソ技やで、穴がどうたらはサスケの連動不足やし。螺旋ガンは異常な量のチャクラがある人間でないと使えないアメシャみたいな技やから。ボルトにチャクラは異常にありましたか。作中屈指のチャクラ量を誇る渦巻一族やぞ、にわかやん。その割には作れる影分身少ないやん。もともと多重影分身は禁術指定クラスのチャクラ消費やぞ。使える時点でそこらの常人よりチャクラが多いねん。下手に使ったら即死するから2代目が仕掛けたブービートラップ説好き。最後まで千鳥メインウェポンだったから。千鳥もチャクラかなり消耗する技じゃなかったか。千鳥の方が消費でかそう。肉体大活性って結局なんなんや。肉体活性した結果チャクラが目に見える形でバチバチしてるんやっけ。あの後、チャクラの属性概念が出てきたり実態がよくわからん。
貫通力が売りの技と螺旋丸みたいな炸裂する技で、タンクの穴の大きさでしょんぼりしたのサスケだけだよな。チャクラの量より使える忍術の種類関係なく威力出る技やろ、無属性魔法みたいなもんや。螺旋丸なんてこのハマルが何の苦もなく速攻コピーできるクソゴミ技やろ。ナルトの開発した分担法で術の得得難度が下がったからやぞ。螺旋丸がクソ技なのはそこちゃう。これ、千鳥流しとかいう車輪丸いらずの潮流の技、なおその後の活躍。下手な忍術より起爆札使った方が手軽で強いよな。皆さんは、畑かかし、さっきの千鳥、同じ里の仲間に向ける大きさじゃなかった、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。